8月の27日の今朝です。これ映しておりますのが、オニバスを今映しております。この大きな、歯、腐葉性の歯があります。腐葉というのは水面に浮く歯ですね。この植物は、腐葉性の一年草になります。まあ、一年で枯れてしまう、そういうものです。中央に今、花が咲いておりまして、まあ、これは開放花になります。まあ、オニバスは、花が2種類ありまして、このように、水面から、顔が出して、咲く開放花と、まあ、水中で、花びら、開かずに、まあ、自家受粉するタイプですね。その2種類がありまして、まあ、今は、開放花だけ、咲いております。元気がいいと、この開放花が、たくさん出ます。まあ、この、オニバスの葉も、表面を見ますとかなりトゲが、この葉脈上いっぱい、ついておりますと、ついておりまして、触ると、まあ、非常に痛い 葉です。まあ、この葉の裏にも葉脈がありまして、まあ、そこにもトゲが、たくさん出ております。まあ、葉は順番に、だんだん枯れてきて、また新しい、まあ、ああいう葉ですね、あれがまた展開してきて、大きくなってきます。このオニバスは小倉池、京都府の南部にありました、今はないんですけども、小倉池の、ところにあった土、毎度種子から発芽させた個体ですので、小倉池由来のオニバスということになります。このオニバス自体が京都府の自生地かなり減少しております。そのため絶滅寸前種にも指定をされております。この池今トンボがたくさん来てまして、卵を産みに来てるんだと思うんですけども、赤トンボとか塩辛トンボとか、たくさん飛んできております。こちら、ガガブタが隣で咲いております。ガガブタ、これも京都府の絶滅寸前種になります。ガガブタ、そしてこの間紹介したハマナスが、咲いております。四季彩りの丘の、池に今展示しております。